はい、もちもち TV のもちです。今回ですね、まあ、ドラクエ好きの僕はこれを手に入れてきました。じゃじゃーん、ミミックの貯金箱ということで、もうミミックが貯金箱になった、なんて可愛いんだと思って、もう早速、まあ早速といっても、まあ6月高に出たやつで、まあようやくか、まあ早速というより、まあようやくゲットしてきたんですけど、まあミミックが貯金箱になったということで、まあこれはこんな感じなんですけど、手に入れなきゃいけないなと思って手に入れてきました。まあ手に入れたのは結構前なんですけど、まあ今更紹介するって感じなんですけど、一応ここにもミミックがいて、まあダブルミミックということで、今回はこっちを開けたいと思います。さあどんな感じなのか。お、あ、結構パッと見クオリティが高い。こんな感じです。じゃじゃーん。こんな感じです、ミミック。あ、下の箱がついてきた。こんな感じですね。なんか綺麗ですね。なんか塗装もいい感じでできてて、本当にミミックが、ちょうどこんな、わかるかな？あ、ここもちゃんと、この取っ手の部分もちゃんと動くようになってる。あ、すごいな、これ。で、今回のこの目玉としては、このミミックが、まあこんな感じで、横はこんな感じで、後ろはこんな感じで、下はこんな感じで、上はこんな感じなんですけど、ここ見てください。これが貯金箱になってて、まあ、ここからお金を入れるんですね。で、ここからお金を入れると、このミミックの目のあたりが光るらしいんですね。まあ、ということで早速やってみたいと思います。はい、ではまずは10円を入れてみます。では、どうなるか。光るっていうのが、この目のあたりらしいんですけど、どのくらい光るのか。はい。光った光った。でも光りましたよね、この辺。ちょっと明るすぎますね。ちょっともうちょっと暗くします。はい、じゃあ結構暗くしたんで、今度は100円を入れてみます。100円、お、あ、すごい。ほら、見てください、これ。100円を入れると、目が光ります。あ、ちょっと暗くすると分かりやすいですね。100円を入れると、目が光る。で、こうやって入ると消えるっていう。おー、なんかかっこいいですね。なんかこれ、どんどん貯金したくなりますね。本当に真っ暗にするとどうなるか。あ、本当に真っ暗にすると、ちょっとここにいますって感じになるんですけど、貯金箱かどうかもわかんないですね。はい。で、今回ですね、試したいことがあるんですけど、このミミックは、まあ、どれぐらいの円が入るのかっていうのを実験してみたいと思うんですけど、まあ、ドラクエの世界ではゴールドなんですけど、まあ、日本円で、まあ、最大の、まあ、500円玉で、まあ、実験してみたいと思うんですけど、まあ、500円玉でいくら入るのか、まあ、ミミックは、まあ、日本でいくら落とすのかっていうことですね。それを試してみたいと思います。はい、それじゃあ500円玉を何百枚かかき集めてきたので、やってみたいと思います。はい、じゃあ記念すべき1枚目いきます。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、まあ、余裕ですね、この辺は。6枚目、7枚目、8枚目。一応、今部屋明るくしてるから分かりにくいと思うんですけど、一応目は光ってます。60、61、62、63、64、65、66、67、68、お !68! これ多分引っかかってるだけだと思うんですよね。60、あれ ?60。こんなはずはないはず。68、あ、入った。68。98、99、100、100、とりあえず100いきました。100枚です。
162がちょっと入らないかもしれないですね。振ってもちょっともうここまでしか入らないかもしれないです。まあということで、まあミミックが一番持ってられる、まあ、ゴールドの数、まあゴールドっていうか円なんですけど、円は500円玉が、まあ、161枚ってことですね。まあ500円玉が161枚ってことなんで、まあ円に換算すると、まあ、8万500円ですね。まあミミックが一番、ミミックの貯金箱なんですけど、まあミミックがを倒して一番得られる獲得ゴールドの最大は、まあお札は入れてないんですけど、まあお札は入らないんで、まあここに小銭の穴しかないんで、まあ500円玉161枚ということで、まあ8万500円ということでした。はい、また気になるドラクエの商品とかあったら、またゲットして紹介したいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。